自民公明両党は国際的な組織犯罪を準備段階から取り締まる。テロ等準備罪、いわゆる共謀罪を新設する法案を了承しました。来週二十一日に閣議決定される見通しです。テロの防止、そして情報の収集、また国際社会とのですね。テロ防止に向けた、まあ、緊密な、まあ、連携、まあ、等々のために必要な法案でありまして。ぜひ、まあ、この国会で。 成立を図ってまいりたいとテロ等準備罪を新設する法案はテロ対策としての狙いを強調するため法案の中にテロリズム集団という文言を追加するなど原案を修正しました公明党の石田政調会長は国民の理解が深まるようしっかり説明答弁していただきたいと述べ政府に対して丁寧な説明を求めました これを受けて政府は来週21日に閣議決定し今の国会での成立を目指す方針です。